改めましてリキタスの栗本と申します。私たちはですね、オンラインの参加型合意形成プラットフォームというものを開発しているベンチャーになります。市民の皆さんと行政の皆さんがオンライン上でコラボをしてプロジェクトを競争していく新しい仕組みを開発をしております。私自身の自己紹介を少し申し上げたいと思います。私自身は99年生まれの今22歳です。もともと市民の皆さんと行政の皆さんをつないでですね、どういうふうにより多くの方々に行政であるとか、場合によっては政治に参考してもらえるか、こういった問題意識を持って、地方議員の皆さんのサポートを行ってまいりました。そうしたことをする中で、皆さん口々にですね、市民の皆さんの声は大事だと、市民の皆さんの声を聞かなきゃいけないというふうにおっしゃるんですが、やはりなかなかそこにコストをかけることができていない。あるいは、さまざまな方々と接する中でですね、やはり行政職員の皆様も、じゃあ市民の皆さんとコミュニケーションの矢面に立つと、非常に誹謗中傷を受けるですとか、言われのない言葉を受けるというところで心理的なハードルを感じている、そういった現状を目の当たりにしてまいりました。そうした中で、どういうふうにより多くの市民の皆さんからお声をいただきながら、行政の皆さんと市民の皆さんが、まさにコミュニケーションをより円滑にしてですね、新しい形のまさにデジタル田園都市構想の時代にふさわしい、公表で申し上げれば民主主義の姿というものを実現できるかということを考えております。で、少し印象的なエピソードを申し上げたいと思います。私自身がこれまで活動する中でですね、例えばとある自治体で新しく駅を設置するという構想がございました。で、その地域をですね、マジョリティの方々は大変喜んでいらっしゃったんですね。ただ一部の方々が強硬に反対の声を上げられて計画が頓挫したと、こういった事例がございました。こうした事例を目の当たりにした際に皆様はどのようにお感じになるでしょうか。私たちはもしかしたらどうせ声を上げても世の中変わらないよというふうに思いになるかもしれません。あるいは同時にですね、行政職員皆様にとってはたくさんの声が出てきても対応が面倒だよねというふうになってしまいかねません。ただご承知の通り、やはり今日本というものは少子高齢化、あるいはさまざまな状況によってですね、税収減など今まで行ってこなかった新しい施策を展開する必要に迫られています。そうした際に今までの行政の皆さんと市民の皆さんの距離感でいいんでしょうか。ここの距離をさらに詰めていって市民の共感というものを生み出して、こうした新しい仕組みが必要ではないでしょうか。だからこそオンラインというものを活用することによって、その特性を生かしながら物理的な時間的な拘束なく、住民の皆様だけではなくて、場合によっては先ほども大田区の皆様からご説明ありましたけれども、関係人口皆様に窓を開いて新しい形でのコミュニケーションというものを実現できないかと。だからこそ新しい仕組みとしてオンラインの参加型合意形成プラットフォームリクリートというものを開発をしております。こちらは一般的にウェブアプリケーションとなっております。いくつか特徴の方はございますけれども、必要なプロセスというものを統一されたユーザーインターフェースのもとで一気通貫で実施ができる。我々のプラットフォーム上では議論の手間別にですね、ブレインストーミングができる。あるいはただ単にブレインストーミングをするだけではなくて、参加された皆さんで一緒にコラボレーションで文章を作っていく。そしてただ単に文章を作ってアウトプットを出して終わりという話ではございませんで、委任投票ですとか、最近台湾のオードリーダンサーでも知られているクアドラティック投票ありますけれども、こういったものを実装してより先進的に意向調査ができる。そしてもちろん議論の経過というものと結果というものは蓄積をされていってオープンデータ形式で出力をする。こういった特徴を兼ね備えたプラットフォームとなっております。これをですね、仮に使っていけば、先ほど申し上げたような事例においてもですね、市民の皆さんの共感というものを生み出すことによって、例えばまさに今までのように行政の無謬性というものを追求するだけではなくて、何か試してどん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 アジャイル型で変えていくことが重要になっています。そうした時代に欠かせない共感というものを生み出すことができるのではないかと考えております。で、こうした取り組みはですね、国連の機関などからも非常に高い評価というものをいただいているところでございます。我々はすでに多くの自治体さんと取り組みを進めております。本日はこの一端をご紹介できればありがたいなと思います。例えば埼玉県横瀬町においてはですね、町有地の利活用の検討の仕組みとしてすでに運用を行っております。この瞬間には役場の職員の皆様だけに限定した運用なんですが、今後ですね、参加される方を町民の皆様、そして関係人口皆様に開いていくことによって、まさに今まで行われなかったようなオープンプロセスでの議論というものを実現してまいります。あるいは2月に運用を終えましたけれども、東京都府中市においてはですね、文化施設、スポーツ施設、これを将来的に統廃合しなければいけない、こういった時に市民の皆様ですとか利用者の皆様から幅広くご意見いただくツールとして使おうといったような話もしております。あるいは高知県と佐町においては、行政の持つですね、議会に対する議案の提案権というものを用いて、このプラットフォーム上で議論したもので一定の要件を満たせば、
しっかりと議会に報告をしましょうといったような形で運用を将来的に行うために基礎調査というものを実施をしております。あるいは大阪府河内長野市においてはですね、府の事業として行われているスマートシニアライフ事業というものがございます。この事業は大阪府内のですね、いくつかの地区の皆様にタブレットを配布をするというものですけれども、河内長野市内に配布をされたタブレット端末にですね、我々の仕組みをご搭載いただいて、まあ、実際に特にご高齢者の皆様と行政の皆様のコミュニケーションプラットフォームとして活用いただいております。さまざまなポジティブな意見というものもいただいております。で、日本国内ですと類似の事例としてデシディムというものが知られているかと思います。で、実はですね、デシディムも取り組みとしては知られているんですが、参加されている方の数は決して多くないですね。先ほどご紹介した府中市の事例ございましたけれども、あれは非常に大きな周知を行って参加された方は90名弱でした。ただ我々の取り組みというものは告知期間が約2週間、実際の運用期間1ヶ月半しかなかったわけですけれども、結果としてですね、80名程度の方がご参加いただいたということになっております。まあ、ですのでデシディムよりも実は意外とインパクトがあるツールなんではないのかなと考えております。そしてさまざまな皆様とパートナーシップを組みながらですね、取り組みの方を展開をしております。そして先ほども少しご紹介しましたけれども、大学とも連携をしながら我々の取り組みがどういった効果があるのか、どういったインパクトがあるのかということはしっかりと評価をしております。非常に駆け足の説明で恐縮ではございましたけれども、力立つの取り組みとしては以上となっております。ぜひ引き続きよろしくお願いいたします。以上となります。